こんにちは、アイグローカルの実原です。誰も見てないセミナー動画と思ってやっていたんですけども、最近ですね、私が過去にやった動画が100回以上見ている方がいらっしゃるということで少し緊張してます。今日はですね、知っとくベトナム税務、ベトナムの税務のまあ一つ一つトピックをですね、簡単に3分から5分で紹介するんですけど、今回はなんと P 課税というベトナム税務の時点でかなりマニアックなのに P 課税をさらに説明してしまうと、もうマニアック中のマニアックの話なんで、この時点で、興味のない方は、違うページを開いてください。はい。内容に移りたいと思います。まずですね、P 課税って何なのという話をして、その後、ベトナムの P 課税って現状どうなのという話をして、最後に、やられるとしたらこんなポイントやられると思うんで、こんなこと気をつけましょう、みたいな話をして終わりたいと思います。まずですね、P とは、これはですね、それこそウィキペディアをですね、調べてくれれば書いてある話なんで、本当にサクッと話したいと思うんですけど、P といってもですね、パーマネントイステブリッシュメントっていう英語の略語で、日本語だと恒久的施設っていう、もう何回聞いてもわけわかんないような言葉なんですけど、要はですね、ベトナムに拠点がないように見えても実際はあるんじゃないかと。だから本当は法人税を払わなきゃいけないんじゃないかと。見なされて課税されてしまうという税金のことを P 課税と言います。P の定義ですね、実際法令にはこんな風に平たい、これでも平たいんですけど、書いてないんですけど、私なりになんとなくわかりやすい表現にしてるんですけど、P って何かというと、まず現地法人、これはですね、一応独立した法人となっているので P じゃないということになっています。また駐在員事務所も基本的には補助的な活動しか認められてないんで、だったら法人としては見直されないと P にはならないですね。一方ですね、6ヶ月以上の役務提供契約、人が来て作業をするみたいな役務提供の契約自体がですね P になってしまうという法令になっています。またですね、現地法人はなくても実質親会社の代わりにです、現地法人だったとしても親会社の代わりに契約したりですね、物を保管引き渡ししてしまっているというような実態が親会社の支店のような機能をしている場合は P とみなされるということになっています。まあちょっとさっき言いましたけど、 P 課税ってじゃあ何なのというと、組織にはなってないけども、会社にはなってないけども、ベトナムに実はもう一個会社あるよねというふうに税務署に見なされて、勝手に認定されてですね、法人税を課されてしまうと、こんな税金でございます。次にですね、ベトナムの P 課税の現状、今どうなっているのかというとですね、ざくっと言うと、今は、P なければ課税なしっていう国際的な原則があるんですけども、それとはですね、関係なく外国契約者税っていう税金を課されてしまう一方で、実態は P と見なされるような、もうお前、事業やってるだろうというような駐在員事務所なんかもですね、全く課税されてないという現状があります。しかしですね、ここに書いてあるんですけど、まあ、隣のタイとかですね、またベトナムが一番真似をしている中国とか、言った国が、とっくの昔から P 課税始めているんで、ベトナムもそろそろ始まってもおかしくないという状況になっています。なので、ちょっとこれからですね、じゃあやられるとしたら、どういうやつがやられるんだということを説明して、まあ、対策を考えていきたいなと思います。まずですね、出張者 P 認定。これはですね、もうすでに実は始まって、これだけはすでに始まっていて、技術支援契約とかですね、ロイヤリティ契約によって出張者が来ている場合、これはですね、出張何ヶ月かして帰るっていうだけですけども、契約自体が6ヶ月以上なんで、これは P だろうということで、こちらの場合はですね、法人税というよりは出張者の個人所得税を課税されるというパターンですね。これはもう対応策も何もですね、もうかなり高い確率でやられるんで、潔く税金払ってくださいと。で次はですね、あと3つ事例があるんですけども、これはま、あと3つはね、全部始まってないんですよ。ただ、今後やられるんじゃないかなと私思いますので、説明したいと。まずですね、一番可能性高いのは、これ駐在事務所 P 認定されると。駐在事務所は補助的な活動しかやっちゃいけないんですけども、実際にはそれこそ大手商社とかですね、駐在事務所と言って駐在員を5人も10人も送り込んで、ベトナム人は50人も100人も雇っているというようなところがまだ課税されてないんですけど、中国なんかタイとかですね、確実に課税されてるんで、現地法人だったら、じゃあ売上どんくらいかなと。じゃあ利益率は、そのうちいくらかなと。じゃあ過去に遡って利息も含めてお前法人税払えよと。ドンとですね、やられる可能性があるんで、まあそういった該当するような会社はもう現地法人化はもう避けられないかなと思います。あとですね、あとの2つはもう、ここから3年から5年後に始まるかどうか微妙なんで、まあ参考までにって感じですけども、駐在員自体が P 認定されるっていう出向者 P っていうのは最近中国で指摘され始めてるんで、将来的にはベトナムでも始まってもおかしくないかなと。あとはですね、販売会社を P 認定されるパターンもあって、これは中国なんかでこれからされるんじゃないかなという話題にはなってるんですけども、最近ベトナムでもですね、販売代理契約
を結ん、外国法人と販売代理契約を結んでる販売会社なんかがサプライチェーンを完全にコントロールしている場合、外国契約者税っていうですね、ある意味法人税のような税金を課すという通達が出たんで、ベトナムも、あながちこういったことをやらないというわけでもないかなというトレンドを感じます。なので、販売会社さんをやっている会社さんは、親会社と独立してるんだよということをアピールするためにも、親会社の商品の取り扱い比率をですね、できるだけ下げたり、コミッション取引を下げたり、そういった心がけが必要になってくるかな、なんて思います。最後まで見てくださった方、いるかいないかわからないですけども、そんなマニアックな方、本当にありがとうございます。